ゃあ次ゆっこ、はい、9番から7番に持ち替えて、うん、長めのアイアンになるとどういった練習をしましたか。7番あでも基本もう全部同じ練習セット、あとはこれ最近今年入ってからなんですけど、うんうん、私テイクバックで結構開いてあげちゃってて、おお、いきなり開いちゃうってこと。そう、うんうん、開いてあげてめっちゃ閉じてたんです。うん、そう、うん、でもそれうまくこうなんかこの辺で合わせてできてたけど、やっぱりちょっとブレも多くなっちゃうから直した方がいいって言われて、ほうほう、直しました。直しました。直しました。どう直した。へえ、なんかこう今がこうなってたんです。うん、こう左、なんだろう、左腕左手の甲がちょっと下に向くイメージで、左手の甲が下に向くイメージ、うん、こう下に向いて、ああなるほどね、フェイスがね、そうそう、そしたらフェイスも閉じるもんね。そう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 、多分それでトップでスクエアぐらい、なんか閉じてあげるイメージだけど、やっと、ま、ちょうどいいぐらい、ちょうどいいスクエアになる、まあ、やりすぎちゃった時もあるかもしれない今は逆にちょっとなんか引っ掛けてんなっていう日はトップで閉じすぎちゃってる、若干閉じてんの、難しいよね加減がね。そう、なんでみたいなその練習した時はそのコースでもうなんか引っ掛けしか出ない時もやっぱあって、ちょっと閉じ目に上げてめっちゃ閉じちゃったから閉じて閉じてになっちゃった。そうそう、例えばパースリーで7番やんで、うん、どこ行ったのっていうぐらいめっちゃ左に行った時もあったし、気もショックよでなんかこのフェイスを開かないでこうちゃんとスクエアに上げる、これはなんかさらにちょっとアイアンがいい感じになってきた証拠では、うん、おー、うん、上げ方で、上げ方、それはどこで習ったの。谷さん。おお、谷さんのとこだ。谷さんにまずそれ言われて、うんうん、最初の時か、最初の時、うん、めっちゃ開いてんね今いきなりけどここでうまく合わせてるから、だからでもこれはちょっとやっぱ無駄な動き、私すごくぶれやすいからこれは直した方がいいよ、もっとシンプルにこうよ、うん、って言われて、今年の多分1月2月3月は本当に99な気がする、うん、直してたからそう、うん、まあ、しょうがないでしょ。でもそしたら良くなったらね、80切れたのでいやでも本当に一番自分の中で、あ、本当はもう開いてないのよ、うん、すごい嬉しかった。うん、7番やんで何ヤード打ちますか。今130ぐらいになりました。お、距離もちょっと伸びた。伸びた。うんうん。いやだいぶ伸びた。何ヤード打ってたっけ？え？1年前ぐらい。まあ多分7番で120。おだいぶ伸びたね。10ヤードぐらい。ぐらい多分。うん。130だと今は入れてないけど、7番 UT って言ってたかも。嘘。本当。そんな？そんな。7番アイアンそんな飛ばなかったっけ？飛ばなかった。飛ばなかった。120ギリみたいな。じゃあだいぶ一番手ぐらいは変わってるか。だいぶ大きいですね、そこは。だいぶ大きいですよね。じゃあちょっと7番アイアンビシッと行ってみよう。行きたいですけど。はい。お、いいんじゃない？いい音してるよ。はい。じゃあもう一回ビシッといってみようゆっこの出だしにもご注目ください、はい、出だしクラブがしっかり下に向いている。お、これいいんじゃない。ナイスナイス
ナイス。ね、今すごいなんか良かった気がする。ね、はい、じゃあまた行きます、はい。ビッグボーイファンキーさんからです。はい。ゴルフに対する考え方やコースマネージメントに何か変化ありましたか？うん、ああ、うん。なんかその昔はとりあえずなんかもうどこからでもグリーンを狙っちゃってて。わかるよ、無謀。わかるよ、全部ピン狙う。そうそうそう、ピンどころじゃないよね。そうそう、ずっとピンみたいな。そう、どんな傾斜でもピンとかも、例えば170ヤードとか、あ、これ3バットで狙おうとか思うけど、うん、手前はバンカーとかいろいろあるじゃん。結果いつもそうバンカーに入れたりしてて、うん、そう長い距離でも、でも最近はそのグリーンの周りちゃんと見て、何があるか、何があるかだったら、こう、あ、ちょっとこのパワーだとちゃんと当たってんの、うん、結構厳しいな、そのライトかも、うん、平坦だったらちょっとチャレンジしちゃったりとかもするけど、それよりかはちょっとやっぱ刻んで自分の得意な3段目の距離を残して、あのボギーオンでちょっとワンチャンパー狙う。すごい変わりましたね。変わりましたね。ここからでもあ、ピンは狙わない、狙わない計算、計算する。そう、それを70代、うん、でも出るって話だよね。そうだね、結局スリーオンだと70代出ないイメージが多分みんなの中であるっていうか、うんうん、常にパーオンしないといけないみたいな感じが、うん、そうじゃないよね。そうなの、全然スリーオン2パットのゴルフでパー拾っていく、うんうんうん、どっかでパー取って、どっかでパー取って、で70代は出ます、出ます、ということですね、うん。はい、次いきます。はい、GB さん、はい、ゆっこちゃん80切りおめでとうございます。ありがとうございます。すごいペースでめきめきと上達してるのは練習量が多いっていうイメージがあるんですけど、はい、うん、週にどれぐらい練習していますか？週に、あの、私去年の夏までは普通に会社員だったんですけど、うん、会社員の時でも週3は練習した。知ってたね。6時半その定時で、うん、6時半になってスッと帰って、うん、もう定時サッと上がってダッシュで家帰って、うん、練習した。そうだよね、3日は開かないのは絶対した。おお、開いても2日間までそう、もう握んないと不安だし、クラブ握んないし、そうそうそう、飲みに行くんじゃなくて練習したい。そう、例えば2日間ちょっとじゃあご飯、夜ご飯入っちゃいました、その3日目もし誘われても絶対断って、そう、あ、ちょっとこの日予定あるんじゃないですか練習場っていうね。そう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 ですよ、そういうのをちょっと立たないと。そんな日々を送ってましたね。はい、でラウンド回数も多いんでしょうか、うん、さっきのお人が来てますが、どうですか？会社員の時でも、まあ、土日両方とかどっちかとか、うん、祝日もやっぱしたから、うん、いや多かったと思う。多い、今はめっちゃ多いと思う。めっちゃ多い、めっちゃ多いと思う。今年何ラウンドとか分かる？今年今ね80いったかな。え、ちょっと待ってえ、今7月中旬ですよ。80ですかも、80だったこのまま行くと160とかなっちゃいますよ。なっちゃいますね、なっちゃいますね。まあ120、30かな、うん、去年多分半年で多分100回ぐらいだったかもしれない。あ、そう、去年あの会社辞めてからからか、あ、そうだね、なんかあの、うん、ガーって言ってたね、ガーッと言ってた、アホなぐらい。はい、じゃあもう一個いきます、はい、ジャムさんです。ゆっこさんおめでとうございます。ございます。すご、質問、ラウンド中スランプに陥った時の脱出方法を教えてください。 あと美味しいランチのおすすめのゴルフコースを教えてください。おお、スランプ、うん、まあコース回ってる時に、うん、そうね、まあこういうミスが止まんなくなったり、うんうん、わけわかんなくなった時に、うん、ゆっこはどうしてる、うん、みたいな。諦めるその日は。あ、もうちょっと練習行こうみたいな。もうその日は諦める。諦める。無理になんか変えようとしたりとか、うん、しない。せずに。うん。し、あと一応一個一個、あ、何を気をつけてやってたっけみたいな。一応自分の携帯にもなんかメモってるから、なんかその気をつけることみたいな。うんうんうん、それをちょっと見返して、あ、ちょっと今日ここちょっと気をつけてないかもみたいな。携帯メモがあそこに入れてる。あ、そうそう、メモに入れてる。あとご飯が美味しいゴルフ場。あ、そうだ、そうそうそう、ご飯、ご飯が美味しいゴルフ場、大体どこもなんかそう、うん、美味しい、美味しい、特に特に
あのキングフィールズの中華、おー、おいしい、おいしい、間違いない、あれみんな言うね、シューマイとか、うん、キングフィールズのシューマイめっちゃおいしい、あれはおいしい、おいしいよね、全部おいしい、キングフィールズの中華は、うん、はいはい、とか結構でもおいしいとこ多いけどね、確かにおいしいとこ多い、うん、リンゴルフニュースのお時間です。はい、9月10月のリンゴルフオープンはこちら左のテロップに記載されてます。9月23と10月14日、この2つの会場はアマチュアゴルフワールドカップ、以前ゆっこが出場したハンディキャップを使った日本代表を選ぶ試合の予選会も兼ねてますので、ハンディキャップを持っている方はぜひ参加してください。10月7日の砦国際はですね、以前宝塚で好評だった100切りをやりますので、ね、めっちゃ好評だったよ、なんか応援してくれてる人たちがいっぱいいてみんな楽しそうでした、はい、100を切りたいという方はぜひご参加お待ちしてます。ガンガン応援してくるのでぜひ応募してください。はい、バイバーイ。